2020ボリューム12ブルーテンプル屋内開催。東京都新宿区真言宗無惨派寺院多聞院、日本語のみにて配信をさせていただきます。 Only Japanese。 本日の開催は玄月流須田隆さんによる岩語りとライトアップ2020のコラボレーションとなります。最後までごゆっくりお楽しみください。須田隆さん、玄月流を立ち上げ時空を旅する吟遊詩人と名乗り、裏名こと琵琶の弦語りを中心として歌、打楽器、弦楽器でさまざまな国の歌を歌う。フラメンコボイスや琵琶語り、能楽の歌いの発声法で心、声に発し、薩摩琵琶、楽琵琶、螺鈿主旦の五弦琵琶、奇想弦などで祈り弦に奏でる活動をされていらっしゃいます。他分野のアーティストとのコラボは多岐にわたり、フラメンコはもとより能楽、雅楽、邦楽、アルゼンチンタンゴ、ボサノバ、シャンソン、アラブ音楽、演劇伴奏、クラシック、声楽など、その多様性に限界を作らず活動、祈りの場への奉納、演奏活動を多くの神社仏閣で行っております。はじめにご栄華をお楽しみください。あれも
平家物語の冒頭に歌われているところから、日本ではよく知られている祇園精舎、祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響き合い、シャラ僧侶の花の色、乗車必須の断りを表す。溺れる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし、高き者もついには滅びぬ、ひとえに風の前の塵に同じ。祇園精舎の鐘の音は、世の中に不変のものはないというふうに聞こえる。諸行無常とは、人生は儚く虚しいものである。シャラ僧侶の花の色は、栄える者は必ずや衰え滅び、長くは続かない、この世の定理を表している。偉そうに振る舞う人や思い上がったものは長く続かない、まるで春の夜の夢のようである。勢いが盛んなものも結局は滅亡してしまう。まったく風の前の塵と同じである。須田隆さんによる庭語り、祇園精舎、ご覧ください。
酒き者もついには滅びぬ。ひとえに風の前の能楽師上田敦氏の新作能アマビエの師匠を譲りいただき、須田が琵琶語りとして琵琶語りアマビエを演奏いたします。世界中が苦しみに沈む今だからこそ、音玉言霊の力によって疫病退散を祈り、神仏の名を琵琶で漢字唱えて予報払いをする。時空を旅する吟遊詩人、幻滅流須田隆さん、アマビエ琵琶語り。さてもこのほど世界にて下にも恐ろしき術なく疲弊して、老若男女奇戦をもう申さず
されたる Cheetah!
Oh.
この心を信じ参らせる。これより後も守るべしと言うかと見えて、雨びえは近いとかたき岩尾より、深き海にぞ入りに蹴る。我的罪に使わされたる甘いなるが、世に流行りたる疫病、腹が爪を授くなり、すなわち我が身をかき検閲で津田隆さんによる岩語りとライトアップ2020のコラボレーション、お楽しみいただけましたでしょうか。次回のライトアップ2020、2月14日もどうぞご覧ください。今週の土曜日2月13日東武スカイツリーライン伊勢崎線梅島駅徒歩3分エルソピアホール18時より津田隆久コンサートを開催いたします。入場料1,000円、全席自由となります。琵琶奏者、フラメンコギター、弾き語りの津田隆久による演奏と解説でお送りするコンサートです。薩摩琵琶の幽玄な響きとフラメンコの燃え上がるような歌唱、それらが国境を越えて織りなす力強い演奏、そして演奏者による楽器の解説とフラメンコ独特のリズムのレクチャー、参加型の実演により皆様を魂の音楽の世界へご招待いたします。詳しくは足立区梅田地域学習センター 03-3-4-6-6-6-6
3880-5322もしくはライトアップ2020のフェイスブックページに津田さんのホームページを記載しておりますので、サイトへお問い合わせください。本日はご観覧いただき誠にありがとうございました。